香港における大魔塔の位置を矢印で示した地図。小魔塔は、その東隣の島。1595年、越大駅、関東沿海図、部分。図の上方向が南、左方向が東。図の右手中段に、釜塔、神磨く塔と記されている。昭魔刀。VOR、DME が見える。大魔刀。大小磨く塔は、 香港の流筒水道に位置する島々。大小磨く方なす。磨く方なすともいい、香港の乱汰島の北側にある三つの小島、すなわち大魔島、小魔島とサジコースの総称。大魔方なすには、かつてはグラファイトの採掘場、五福工場があった。グラファイトの採掘が行われたのは、1952年から1971年にかけてであった。 1964年の時点で採掘は海面下90メートルの深さに及んでいた。小和型ナスには航空管制関係の施設である超短波全方向式無線標識距離測定装置が設けられている。1990年代、香港の赤角に香港国際空港が新設された際、大小を磨く等は飛行機の離着陸の障害とならないよう、 平坦に削られた。その土砂を使って空港用地の埋め立て地が造成された。平坦に削られる前には大魔塔は標高68メートル、小魔島は標高63メートルであった。現在の大小磨く塔は、いずれも居住者のいない無人島であり、公共のヘリコプター発着所と小規模な気象観測施設、航空管制関係の施設だけが設けられている。 2007年3月、食物環境衛生所が、東門巣の東側、東ず州の東側、大小磨く島の東側、西広市両海峡の南側に、合わせて4カ所の海藻区を設定した。このうち大小磨く島については、事前に知らされていなかった田室文区議会から猛烈な反対を受けたため、当局は、当面の間この海域を海藻場とすることを止め、 新たな場所を選び直すこととなった。2016年12月30日、この一帯は海岸公園に指定され、大小磨くと海岸公園となった。一帯の海域は品薄色イルカの生息地として知られている。ありがとうございます。